コロンバスはアメリカ合衆国ジョージア州西部に位置する都市、州都アトランタの南西約160キロメートルに位置する。人口は189,885万人でアトランタ、オーガスタに次ぐ州第3の都市である。1970年にマスコギー軍と市軍合併し、軍の全域がコロンバスの地域となった。 都市圏はこのマスコギー郡を中心に7郡にまたがり、その人口は30万7788人を数える。この都市圏にアラバマ州東部オーバーン大学の大学長オーバーンを含む広域都市圏は44万8035人の人口を抱えている。コロンバスはピードモント大地東園に連なる滝線都市の一つである。 コロンバスでは19世紀中盤からチャッタフーチ川がピードモント大地から大西洋岸平野へと流れ落ちる時の水力を利用した綿織物産業が発展し南部のローウェルと呼ばれた。コロンバスにはアメリカンファミリー生命保険会社が総本社を置いている。また南港のチャッタフーチ軍内には陸軍の第75レンジャー連隊が本部を置くフォートベニング基地が立地しており、 コロンバス都市圏で最大の雇用種となっている。コロンバス中心部1828年、ジョージア州議会は、チャッタフ内側の滝線のこの地に、都市の創設を議決した。コロンバスという氏名は、ワシントン・アービングによるクリストファー・コロンブスを題材とした小説に影響を受けた入植者が、コロンブスから名を取ってつけたものと考えられている。創設された。 コロンバスの町は南北に13ブロック、東西にはわずか9ブロックの広さであった。それまでこの一帯、特にチャッタ・フーチ川対岸のアラバマ州側に住み着いていたネイティブアメリカンのクリーク族は1836年に完全にこの地から追い出された。コロンバスはその初期から面織物産業の中心地として発展していった。クリーク族が去った後の土地は、 メンのプランテーションとして開拓され、チャッタフーチ側の滝の水力は防災企業を発展させた。そして出来上がった製品は船積みされて、チャッタフーチ側をメキシコ湾へ通り、大西洋を渡ってリバプールへと運ばれた。コロンバスには工場労働者が集まり、下半には資本家の豪邸が並んだ。1861年に南北戦争が開戦すると、 コロンバスの面織物産業は軍需でさらに拡大した。加えてコロンバスにはアメリカ連合国海軍の鉄鋼所や造船所も建てられた。しかしその一方で工場労働者は南軍の兵士として戦場に送られていった。北軍がアトランタ方面作戦を展開していた最中にはコロンバス市内の店舗、酒場、教会、そして 地方裁判所までもが野戦病院となった。ロバート・イリーの降伏から1週間経った1865年4月16日、ジェームズ・ h ウィルソン率いる北軍は、リーの降伏を知らずにコロンバスに攻め入り、市内の工場を焼き払った。南北戦争が終わるとすぐに、レコンストラクションが始まり、コロンバスの面織物産業は復活を遂げた。 1870年代にはコロンバスのメンオリモノ産業は339%もの成長率を記録した。その中でもウィリアム・ H ・イ・ヤングのイーグルフェニックス・カンパニーは目覚ましい成功を収めた。また、1867年には公立学校ができ、1871年にスプリンガー・オペラハウスが開館するなど地域経済の復活に伴って、 教育や文化も充実していった。しかしその一方で、非戦意系の小企業はどれも成功しなかった。また、1866年には、北軍の黒人とクー・クラックスクランが市内で衝突するなど、人種をめぐる問題は未解決のままであった。20世紀に入る頃、進歩的な市長であった LH チャペルは、ダウンタウンの街路の舗装、街路樹の植樹、 上下水道の整備、鉄橋の設置といった政策を次々と推し進め、近代的な街の基礎を作り上げた。1920年代には食品産業も起こり、地域経済が多様化した。1929年の世界恐慌で、これまで週支えてきた綿織物産業は大打撃を受けたが、1940年代に入ると、 コロンバスや対岸のフェニックスシティにはフォートベニングの兵士を相手に、下バーやカジノ、売春宿が立ち並ぶ赤線地区が形成されて再びにぎわいを見せ、新シ,シティ USA と呼ばれた。この赤線地区は1950年代中盤まで存続した。1950年代中盤以降、コロンバスではアフラックが創業し、コロンバスカレッジが創立するなど、 それまでの面織物を中心とした工業都市から変貌していった。1970年5月、住民投票で圧倒的多数の賛成を得て、コロンバス市政府とマスコギー軍政府が統合され、ジョージア州の都市としては初めて市軍合併が実現した。コロンバスオーバーンオーペライカ広域都市圏、マスコギー軍コロンバス都市圏に含まれる、周辺各軍オーバーンオーペライカ都市圏、 コロンバスは、北緯32度29分32秒整形84度56分25秒、北緯32.49222度整形84.94028度、32.49222 84.94028に位置している。アトランタからは南西へ、約 160km に位置する。市の西には、アラバマ州との宗教になっている。 チャッタフーチ川が流れている。チャッタフーチ川の対岸、アラバマ州側には、フェニックスシティの地域が広がっている。アメリカ合衆国国政調査局によると、コロンバス市は総面積572.4平方キロメートルである。そのうち560.3平方キロメートルが陸地で12.2平方キロメートルが水域である。総面積の2.14%が水域となっている。 1970年の四軍合併により、マスコギー軍の全域がコロンバス市域となっている。コロンバスの都市圏は、マスコギー軍を中心に7軍からなり、アラバマ州にもまたがっている。広域都市圏はこの都市圏に、オーバーン・オーペライカ都市圏を加えた8軍からなっている。コロンバスは、州北東部のオーガスタや中央部のメイコンと、同様、アパラチア山脈の登録に広がる。 ピードモント大地桃園に連なる滝千都市の一つである。そのため、ピードモント大地にかかる、市北部が起伏に富む、丘陵地帯であるのに対し、大西洋岸平野にかかる、市南部は平坦である。市中心部の標高は74メートルである。コロンバスの気候は蒸し暑い夏と温暖で、過ごしやすい冬に特徴を付けられる。最も暑い7月の平均気温は、摂氏28度、 最高気温の平均は摂氏33度で、日中はほとんどの日が摂氏30度を超える。最も寒い1月の平均気温は摂氏8度、最低気温の平均は摂氏2度で、最低気温が氷点下に下がることが時々ある程度である。降水量は初春と夏にやや多く、秋にやや少ないものの、1年を通じてほぼ平均しており、 月間降水量は90から120ミリメートル程度である。年間降水量は約1280ミリメートルである。冬季の降雪は極めて稀である。欠片の気候区分ではコロンバスはアメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属する。アフラック本社ビルコロンバスのダウンタウンはチャ着田風地側の東岸に開けている。 アメリカ合衆国内の他都市同様、ダウンタウンは業務、商業中心地であるが、コロンバスは20万人近い人口を抱えている。割には市内に高層建築物が少なく、ダウンタウンに立ち並んでいる建築物も、中層以下のものが多い。コロンバスで最も高い建築物は、ダウンタウンの東約4キロメートル、ミッドタウンと呼ばれる住宅街の中に立つ19階建て。 高さ75メートルのアフラック本社ビルである。コロンバスの街路はダウンタウンでは、整然と区画されているが、ダウンタウンを外れると入り組んでいる。ダウンタウンでは、ベテランズパークウェイやブロードウェイ、ビクトリードライブといった一部例外はあるものの、概ね数字のついた通りが多く、東西に通る通りが、ストリート、南北に通る通りがアベニューとなっている。 東西に通る数字のついた通りは北に行くほど数字が大きくなり、ダウンタウンの目抜き通りであるブロードウェイを境に、西側、チャッタフ地近島での1から2ブロック分にのみ W とついている。一方、南北に通る数字のついた通りはすべて、ブロードウェイよりも東側に通っており、特定の通りを基準にしての N と S の区別はなく、ブロードウェイから離れるに従って数字が大きくなる。 チャッタフーチ側の詞は、ダウンタウンを中心に、南北15マイルにわたって、チャッタフーチリバーウォークという遊歩道として整備、されている。コロンバス市軍統合政府庁舎コロンバスは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市軍統合政府の行政実務の最高責任者であり、市軍統合政府全職員の業務の計画、指揮、及び監視に責任を負う。 シティマネージャーは、市軍統合政府の採択した政策を実行、管理し、市軍統合政府各局の役割を管理、統制し、市の条例や規定が適切に施行されていることを保障し、市軍統合政府の立法機関である市議会の管理も行う。また、シティマネージャーは、市の条例や規定、市軍統合政府の政策や活動に対する市民の理解を深める。 要教育するとともに、市民の要求を吸い上げ、答えていくにあたっても重要な役割を果たす。一方、市長は、市軍統合政府の最高責任者として、市長室、シティマネージャー室、及び市軍統合政府各局長を統括する。市長は、市軍統合政府の報道官や市議会の議長を務めるとともに、公共安全局の局長も兼ねる。 市議会は10人の議員からなっている。10人の市議員のうち8人は市を8つに分けた、小選挙区から1人ずつ選出され、残りの2名は全市から選出される。市議員選挙は毎偶数年に行われ、小選挙区、全市区とも半数が改選される。また、市長は市議員とは別に全市から選出される。市長、市議員とも、その任期は4年である。 コロンバスの玄関口となる商業空港はダウンタウンの北東約5 5トルに立地するコロンバス空港である。しかしコロンバスという都市の規模の割にはこの空港の規模は小さく定期旅客便はデルタ航空によるアトランタからの便は1日4便就航しているのみである。より規模が大きく便数の多い空港としては デルタ航空最大のハブ空港で、同社の便を中心に全米のみならず、世界各地からの直行便が多数就航している、ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港が挙げられ、コロンバスのダウンタウンからは、北北東へ約160キロメートル、車で約1時間40分である。コロンバスには、週間高速道路 I-85 の支線である。 I-185 が通じている。I-185 は約 70km 北、ラグランジの北東で I-85 本線に合流し、アトランタやシャーロット方面へと通じている。また、国道8 5線はコロンバスでは一部高速道路規格となっており、ダウンタウンの北を通るバイパスの役割を果たしている。 同様に高速道路規格となっている国道27号線はコロンバスの中心部と北東高等を結ぶ放射線となっている。ダウンタウンにはグレーハウンドのバスターミナルがあり、アトランタとモントゴメリーを結ぶバスやバーミングハムからのアラバマローカルのバスが発着する。市内の公共交通機関はコロンバス主軍統合政府の運営するメトラ。 交通システムの路線バスによってまかなわれている。このシステムはダウンタウンから放射状に伸びる旧、系統のバス路線を有している。コロンバス州立大学コロンバス州立大学は、コロンバス空港の南にメインキャンパスを、またダウンタウンのチャッタフーチ貸しに、芸術学部のリバーパークキャンパスをそれぞれ構えている。同学は1五十八年に二年生の公立短期大学として創立し、 1965年に4年生大学に移行し、その後大学院も創設された。同学はジョージア大学システムに属しており、分離学、経営学、計算機科学、教育学、芸術学、音楽学、看護学の7学部を有し、学部生、大学院生合わせて8000人以上の学生を抱えている。同学は US ニューズ ワールドレポートの大学ランキングでは、南部の地方区の大学の中で100位内に入る評価を受けている。コロンバスにおける K12 課ほどは、マスコギー軍学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校34校、中学校12校、高校9校、オルタナティブ教育校その他4校を有し、約3万2000人の児童。 生徒を抱えている。コロンバス美術館コロンバス美術館はダウンタウンの東約3キロメートルミッドタウンに立地している。この地中海リバイバル建築様式の美術館は元々は地元実業家 W.C. ブラッドレイの邸宅であったがブラッドレイの死後に遺族によって死に寄付され1953年に美術館として開館したものである。同館は芸術作品と 歴史的事物の両方を展示している。同館が収蔵する芸術作品はアメリカ芸術のものが中心となっており、植民地時代から現代に至るまでの絵画フランスの影響を受けた19世紀初頭の家具、20世紀の木彫りなど多岐にわたっている。また歴史的事物に関しては先住民、ヨーロッパ人の入植、コロンバスの創設、奴隷制、南北戦争、 メムオリモの産業の発展、ホートベニング基地と、戦士時代から現代に至るまでのこの地域の事物を収蔵し、展示している。また、もともとは、ブラッドレー邸の庭園であった、フレデリック・ロー・オルムステッドの設計による同館の庭園、ブラッドレー・オルムステッド庭園も一般に公開されている。ダウンタウンの南東、チャッタフーチガシに立地する国立南北戦争海軍博物館は、 南北両軍の軍艦や国旗、軍旗、武器、軍服といった事物を展示している。また、ホート・ベニング基地のすぐ北に立地する国立不評博物館は独立戦争からアフガニスタンに至るまでのアメリカ合衆国陸軍の不評隊の歴史に関する事物を展示している。コロンバス州立大学のリバーパークキャンパスから南へ2ブロック、ダウンタウンのチャッタフーチガシには 同学のコカ・コーラ宇宙科学センターが立地している。同館は宇宙科学、物理学、及び天文学に特化した博物館でプラネタリウムや天文台も併設している。ダウンタウンのブロードウェイ沿い、コロンバス州立大学のキャンパス内に立地するリバーセンターーザパフォーミングアーツは、それぞれ用途の異なる3つのホールを有する総合演技芸術施設である。 2000席を有するビルハード劇場は、コロンバス交響楽団の本拠地であり、同楽団の公演をはじめとしたクラシックのコンサートや、ブロードウェイのミュージカルの公演に主に使われる。430席のレガシーホールは音響に特に配慮し、またオルガンを備えており、オルガンの独創の公演などに使われている。150席のスタジオシアターは、リハーサル用に使われるほか、 コロンバス州立大学の音楽専攻の講演にも使われている。また、コロンバス州立大学はこのセンター内に教室やスタジオ、リハーサル室、練習室も置いている。リバーセンターフ t h e Performing Arts の北東1ブロック、テンスストリートとファーストアベニューの北東角には、スプリンガー・オペラハウスが立地している。この劇場は1871年に建てられ、ウィル・ロジャースや、 アグネス・デイ・コール・ミルラもこの舞台に立った。この劇場は1964年に一旦取り壊しが決まったものの市民グループが募金を集めて改装し取り壊しを免れた後1970年に国家歴史登録罪にまた1978年には国定歴史建造物に指定された。ゴールデンパークダウンタウン南部チャッタフーチガシに立地するゴールデンパークは 1926年に建てられた被災庫の野球場で、1964から66年にニューヨークヤンキース参加の AA 級チームコロンバスコンフェデレートヤンキースが本拠地にしたのを皮切りに、いくつかのマイナーリーグのチームが本拠地にしてきた。また、1996年アトランタオリンピックの際にはソフトボール競技がこのゴールデンパークで行われた。 コロンバスの都市圏及び広域都市圏を形成する各軍の人口は以下の通りである。以下にコロンバス市における1840年から2010年までの人口推移を表及びグラフでそれぞれ示す。コロンバスは以下4都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。